じゃじゃん。電気自動車。公道を走れるようになったと。ハンドルが重たいね。変異86ですよこれは。確かに。車の話坂戸店のコーナーです。始まりましたひろきさん。いや今日は豪華ですよ。はい。豪華なラインナップ。今日は、はい、なんととんでもない車がここの、はい、ヘッドモーターサービスにやってきたと。とんでもないですね。はい。いうことで、はい、こちらの車がじゃじゃん。電気自動車の E86 ですか。はい、あのオートサロンで展示されてた。そうですよね、実験用、はい、電気自動車実験用って書いてありますからね、はい、しかも EV、はい、オートサロンでひときわ注目を浴びていた。確かに。こちらのお車、はい、あの今日実は車の話の収録ということで、うん、はい、その中でまあ我々ねこの朝の早い時間を利用して、はい、徹底的に見ちゃおうと。確かに、はい、皆さんにわちゃわちゃってなる前に、はい、ちょっとじっくり見させていただこうかなと。事細かにね、はい、見ていきたいと思うわけなんですけれども、でもひろきさんこれ見た目は、うん、本当にもうザ純正って感じですね。でも純正だけどなんかこの車高がちょっと下がっててめちゃくちゃかっこいいというか、はい、イニシャル D の世界観が、はい、ちゃんと出てますよね。このつなぐ合いとかすごくないですか。そう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 、はい、やっぱこれいいですね。これ渡辺ホイールですかね、はい、デザイン的に履いてるタイヤも71RS ですよ。めちゃくちゃ贅沢だな、はい、うわ電気自動車ちゃんと EV って入ってますからね。 EV って入ってますからね。すごいじゃないですか。ですね、この電気自動車かっこ実験用、はい、もうイニシャル D の特典のそれですよね。自家用じゃないですね。自家用じゃないです、実験用なんです、実験用なんですね。なるほど、はい、でついにこの車両が公道を走れるようになったと。あ、そうですよ、ね、いうことで、実はね、はい、その今回の収録では、うん、土屋さん、テリーさん、竹岡さんが乗るという話を聞いてますと。はい、カーボンニュートラルって書いてあるもんね、はい、シートに。すごい。しかもその後ろにはこのでかい電気、これバッテリーですかね。これバッテリーですね。レクサスエレクトリックファイド、すごいじゃないですか。これはもう先代のプリウスの PHEV のバッテリーだというふうに、はいはいはい、はい、聞いております。なるほど、はい、そういうことですね、はい、これエンジンルームを見ていいですか。いいんじゃないですか、もう見ちゃいましょう。新車みたいな。ちょ待って、ドライカーボンじゃないこれ。これドライカーボンですよね。これすごいです。これめちゃくちゃ高いですよ、この大きさのドライカーボン、はい、すごいな、はい、車高調も入って、まあ要は電気自動車だから多分車重重たくなるのでその分を軽量化させようっていうんで、うん、多分ドライカーボンにしたりしてるんでしょうね、はい、うん、すごいな。この86は、はい、モーター仕様ですけど、うんうんうん、特にこう大きくフレームをどうこうしてるってわけじゃなくて、エンジンの元の仕様にも戻せるらしいです。あ、そうなんですね、はい、確かにミッションそこに入ってますもんね、うん、あーなるほど。 GR86 のミッションって言ってましたっけ。そうです、この車は GR86 のミッションが入ってるということで、電気自動車でマニュアルなんですよ、ひろきさん。確かに、いや、はい、すごいっすね。電気自動車でマニュアルってどういうフィーリングなの。それは乗ってみないとわからないですよね。確かに初めてのね。いやてかね、このね作業のこの仕事の綺麗さに俺はもう感動してます、はい、いやーいいっすね、いいっすね。見てくださいこの綺麗な、ね、超綺麗ですよね。でも電気自動車だけどラジエーターっているんですね。そうですね。何を冷やすんだろう。あれですかね、モーターとかを冷やしてるんですか、ね、モーターとかなんですかね。いやすごいすごい。あでもそうですね、ちゃんとモーターの方にこっちに入ってきてますよね。こっちに戻ってきてるんで、ちゃんと冷却性能もラジエーター必要なんですね。あーなるほどなるほど。意外とスカスカっすよね。そうですね、確かにかなりシンプルな印象ですね。確かに、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。あと見てください、このアペックスノンカム、ノンカム、エンジンじゃないですからね、はい、ノンカムゼロ、はい、でトヨタカローラレヴィンなんだけど EV のところがね緑だったりとか。だってこれ交流電源をご使用ください。これ当時だとその、はいはい、燃料の指定とかのシールがあったんじゃないですか。確かに、はい、だからそれを 今風にしたってことですね。なるほど。これどうやったっけ、でしたっけ。これそのまま。あ、そうだ、はい、あ、ゆうきさん、あ、こっちもこっちもカーボンだった。こっちもカーボンでした。すごい。あーすごいっすね。いやめちゃくちゃ金かかってるぞこれ。すごいわ、はい、ね、芸術的な作り、まあ、すごくまあ大きなバッテリーが入って。あそうですね。 でもまあそんなに厚いわけじゃないんですね、はい、このロールバーが入ってるの何なんですかね。すごいっすね。もう走る本気仕様。本気仕様ですね。確かに。これドリフトできるって公言されてますから。マジですか、はい、やばいっすね。
へー、まあ、すごいわ。こういうふうに電気自動車なんですけど、はいはいはい、重量配分もこだわっているそうで、はいはい、48対52もうほぼほぼ50-50、はい、へえ。スポーツ EV ですよね。いやすごいっすね、はい、いやまあ楽しみですけど、うん、ちょっといろいろ乗ってみて、まあ、緊張しかしないですよね、はい、そうですね、はい。じゃあちょっと内装も見ていきましょうか。内装も行きましょうか。いやブリッドシート入れてるあたりがもう本気っすよね、はい、見てくださいこのカーボンニュートラル、うん、これがまたおしゃれっすよね。ロールケージも入って、確かに、はい、なんならフットプレートも入れてますからね、滑らないように、はい、うん、どこまで本気なんだという、うん、いやすげえ。見てくださいこのダッシュボードの綺麗さ。いやこれはね新車ですよ新車。うわあ、でも座った感じはそのまま E86 っすね、うん、あしっかりしてる、うん、なんか昔のどうしても車って結構ふにゃふにゃって感があるんですけど、やっぱ GR86 のを使ってるんで結構しっかりしてますね、うんうんうん、おお。普通の車と違うところで言うと助手席のところにレバーついてますよね。あそうですね、レバーとかダイヤルか、これブレーキバランス変えられるらしいんですよ。ほんとだすごい、ブレーキバランス変えられる、はい、本気ですね。え、すごいな、マジで。へえ。あとはね、本当にメーターも純正のそのままのメーターですし、はいはいはい、まあ、ちょっとね、真ん中にコンソールのところにありますけど。確かに、はい、じゃあちょっとこれ、行ってみましょうよ、はい、ちょっといや、エンジンかけましょう、エンジンというか、電源オンにしましょう。あ、そうですね、はい、いや、電気自動車のエンジンのかけ方、あんまよくわからないですけど、はい、これでちゃんと一応クラッチ踏んでやった方がいいですか。でクラッチ踏んでかけましょうか。おお、回転数上がってきました。ちょっと待って、音が鳴ってますよ、音が。確かに電気自動車なのに音が鳴ってます、はい、これが電気の音ってやつですか。え、すごい、スロットル煽ったらちゃんと音するんですね。ですえ、どっから出てんのこれ。これスピーカーで鳴ってるんじゃないですか。いやすごい、ちゃんとマフラーの方から聞こえるんで、はい、いやこれ取れてるかな音、これめちゃくちゃ感動する。おお、すごい。いや本物と一緒。え、でも外にいると聞こえないのこれ。これ外から聞こえない。外からだと聞こえない、その中で今鳴ってるドア開けてるに聞こえますけど。へえー、見てください、このちゃんとスロットに反応してタコメーター動くんですけど、それにこうしてマフラーの音も聞こえるんで、いやこれちょっと楽しいんじゃないですか。ちょっとこれはね楽しさしかないと思います。だちゃんとフューエルのところがエンプティになってるんで燃料は使ってないですね、はい、まあ、燃料は入ってないですね。確かに。じゃあ山中さんちょっと行ってみますか。いいんですか。1キロぐらい、1キロぐらい行きましょう。はい、はい、いやすごいわこれ。いやこれは楽しいですね。いやいいっすね、はい、すごい動いてるよ。ハンドルが重たい。ハンドルが重たい。やっぱ当時の仕様なんですね。え、この時ってまだパワーステない時期、GTV と GT APEX があって、あ GT APEX だったらパワーステがついてるはずです。あ、なるほどなるほど。いやてかマニュアルの電気自動車ってすごいな、意味がわからないもんって、はい、超レアですよ。よてーハンドル、はい、というわけで行ってみたいと思います。ついに。いやてか普通にウィンカーも出るんだな、ちゃんと。まあそれはそうか、まあ、それはそうです。走れるから、はい、ナンバーついてる車ですからね。確かに。いやブレーキも普通、なんかボディがすごいしっかりしてる感じがするね。はい、いけるかな。おお、いやなんか違和感ねえ。違和感がないっすね、わかんない。いやミッションしっかりしてる。いやこれ電気自動車って言われてもわからないわ。あ、本当ですか。うん、音もなんかちゃんとエンジンの音がするし。しますね。うん、いやマジでなんだこの車すごいな。ただ電気だからぶっちゃけギアなんてなくてもいいんですもんね。はい、だけどちゃんとギアがついてて、それで運転できるのはいいですね。
わすごいなこれ。ミッション車って感じ。ミッション車ですね。これってすごいな。ボディもなんかしっかりしてるから全然怖くないね。はい。うわめちゃくちゃ静か。なんか横で乗っててもなんかこう電気の車っていう感じがしないですよね。確かに。このギアのつながる感じとか。そう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 。何これ。いや電気じゃないね俺の知ってるこれは。なんかこうモーターの感じしなくないですか。この踏んだ時にモーターの時ってこうグッて一気にトルク出る感じあるじゃないですか。なんかねちゃんとねこうなんかパワー感も、まあ、普通の A86 も乗ったことあるんですけど、はい、同じ初めパワーがなくて徐々にこう回転が上がるごとにパワーが出てくような。はい。いやこれが次世代か。割と悪くないな。これはなんか今僕たちはすごいものを体験してますよね。確かにすごいなこれ。これあと僕思ったんですけど、皆さん見てください助手席。フットプレートちゃんとやば、ガリー車じゃないですか。走ってもいいようにっていうことですよね。おーおお、音もすごい。すごい。いや AE86 ですよこれは。確かに。あすごい、ちゃんとヒールアンドトゥーできるこれ。すごい。すごいなこれ。まあ、ドリフトもできるっていう話ですよね。あ言ってましたよね。おお。いやマジですごいこれ。感動した。はい、というわけでひろきさん。はい。すごい。すげえこれ。なんか普通のレシプロエンジンだって言われても分かんないですね。うん、正直。それぐらい完成度が高くて。どうなんですね、どうなんですかね。車外だと多分全く音エンジン音聞こえてないと思うんですよ。ただ車内だとちゃんとアクセルにこうして全部エンジン音聞こえてるんで、いやこれすげえなと思いましたね。普通のミッション車ですよね。その伝わってくるノイズだったりとか、そう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 、振動だったりとかが、そう、なんかその発信とかもこう繋いだ時にこうちょっとガクガクする感じも、あミッション車だなっていう感じがするんで、これはめちゃくちゃ楽しかったですね。なんか車の未来の形というなんかそういう風に感じるので、はい、なんかすごい期待せざるを得ないなっていうところであります、はい、我々とんでもない機会をいただきましたね。そうですね、なんか嬉しいですよね、はい、だってまだ誰も言ってね、一般道でこう乗ってるインプレッションなんて見たことないですから、はい、そうなんですよ。いやでも本当にすごかった、はい、ボディもしっかりしてるし、うん、そのかといって軽量感を損ねてる感じでもないんですよ。そのバッテリー的に重たいんで、あの重たさを感じるんですけど、全然そういうこともなくてバランスがすごいよく取れてる、うん、車だなっていう風に感じたんで、はい、楽しみですね、はい、またこれが走りやすいようだったら良かったですね。あ確かに確かに、はい、ステアリングを握りやすかったですね、うん、はい、はい、というわけで A86 の EV、はい、試乗させていただきました。トヨタさんありがとうございます。ありがとうございます。中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。